こんにちは、グッピーこずえです。今日はちょっと秋服を買ってきましたっていうか、びっくりして、去年から1年間 DIY の動画のお仕事をしてたんで、作業服と家着の往復で、一昨日ぐらいに衣替えしようと思って衣装ケースを下ろしたら、ワンピース1枚と黒のタートルネック2枚とアウター数枚しか出てけへんくて、寒い寒い寒い、いろんな意味で寒いとか思って、急に着る洋服ないと思って慌てて、GU に行ってきました。あとよくこちらのウィーボーさんに行くんですよね。30代なんですけど、これ結構なんかティーンズブランドっていう意識があると思うんですけど、意外や意外、行ったら結構同じ年ぐらいの方とか、もうちょっと年配の40代ぐらいの方とかも全然買いに来てるんで、こんな年やのにもう着んないやとか言われるかもしれないですけど、この年相応のブランドってやっぱ高いんですよね。着たいけど、その1ヶ月に6000円とか7000円とか1万円とかの洋服を何着も買うっていうのが、ちょっと私的にちょっとすごく難しいです。お気に入りブランドでもまあ1着ぐらいは買うて、マジで着る服ないから私今、そういう時はこちらにお世話になってます。ということで、まず GU を紹介していきたいと思います。まずですね、タイトスカートの茶色です。はい、こうなんです。で、ここに紐がついてて、なんかちょっとベルトチックにこう前で結べたりするっていう感じと、まあこれは取ってきてもいいしね。1990円でした。私ね、GU で買う時のコツとしては、絶対に試着をした方がいい。で、やっぱちょっと M やったらダサく見えたり、はたまた L やったらかっこよく見えたりする時もあるから、これは S と M すごい悩んだんですけど、S やとすっごいなんかぴったり賞をあげたくなるぐらいぴったりなんで、意味やから。それでこれにしました。これがむっちゃ悩みました。30代の葛藤です。このチェック。のスカートでミニスカート買ってええかな、買ってええかな思ったけど、これね1690円なんですよね。ちょっとイギリスチックな感じ、こんなミニスカートとかもう絶対履いたあかん大人っていうかおばはんなんですけど、下にちょっとねインディゴデニムみたいな合わせてパーカーとか合わせたら、ちょっとロッカーチックに着たらいいかなと思って、もちろんもう白のタートルとかと合わせて、一時期のモーニングコーヒーのアイドルみたいな着方は絶対に私絶対やったらあかんから、フロントかだったらいいかなと思って、ババン、これはね、なんか買いでしょう。なんか別にちょっと GU で買いました感もないし、ね、これ絶対なんかね、周りのおばちゃんとかだったらどないしたん、首ピエロみたいになってって言われるやつなんですけど、生地がこう薄手で今の季節ちょうどよくて、こう線がいってる生地っていうのをひらひらついてて、これだったらまあいいんじゃないかなって思う。いや、あかんかな、わかんね。1490円ですね。はい、これは S サイズにしました。なんかめっちゃ白、びっくりするぐらいさっき顔白かったね。おテントさんがちょっとね、これもね一応試着しました。かぶれのクッキングペーパーみたいなやつかぶって、こういうのはね大きすぎたらねちょっとダサくなるかなと思って、ババン、こちらです。なんていうの、最近なんか流行ってるやつ、こういうのの上に着るタイプのやつで、ここちょっとひらーってなってるみたいな。で、こういうの冒険したいけど、やっぱり高いのとかだったら失敗が起きた時に嫌やから、試着せんかったらこの辺はパツンパツンのくせにこの辺はスカスカなんちゃう思ったけど、意外と M サイズでちょっとぴったりな感じで、ローの上でもまあ可愛いかなと思ったし、レースのやつの上に着たりしてるみんな。GU のレースのやつと GU のこれを合わせるっていうのはちょっと遊びが足りひんのんちゃうかなと思って、ちょっと名前聞くけど、はい、これやったら冒険できるなと思って1990円。これあれやわ、ビスチェっていうらしいです。続きましてこちらです。あのね、スキニーですね。これはこれめっちゃ安いです。1490円プラス消費税、こんな感じ でこれとこれとかだったら大丈夫と思うんですよね。これを着る理由を固くなり探してるよね。そして最後590円。私よくねターバンね巻いてるんで好きなんで、はい、お、ええやん、合ってる合ってる合ってる。 GU では以上になります。以後です。結構ね、なんか年齢いってんのにこんななんかティーンズブランドで買っちゃったりして、でも結構ね見落としがちっていうのはあると思うんです。 GU とか島村やったらもしかしたら被る時あるけど、 B5 だったら私らぐらいの年齢の人はそんなに被らんと思う。いろんなデザインあるし、こういう色もちょっと
とだけタートルになってるトップスです。色味がバーン効いた服って持ってないけど、やっぱ動画とかに映るんやったらこのぐらい色味が効いた方がいいんかなと思って、これは1590円、めっちゃ安い。絶対バレへんやろこれ、ティーンズブランドで買ったって。こちらちょっとね短めのトップスです。これもね、なんかいろいろ合わせたらね、はいまた出たもうええっちゅうね。これはねちょっとねお高くたんですけど、高いっていうかな、2990円、こちらぐらいの年齢で高いっていう値段ではないかと思います。続きまして1回来たんですけど、アーミー系のシャツでめっちゃ安くて、これちょっと値札取っちゃったんですけど、多分1900何歩ぐらいで、まあ、キャンプとか私よく行くんですけど、キャンプとかアウトドアのとこに来てもいいし、この中に黒のスカートとか合わせたらお姉チックにも着れるし。続きましてこちらですね、ベロア素材の柄のパンツで、ここちょっとヒラヒラってなってるみたいな、こういうのってすっごい挑戦はしたいんですけどなかなか手出えへんみたいな。これが7000円とかって言われたら、いや絶対来年着いひんし、絶対お父さんとかにお前どうしたんそのパジャマみたいなんて、そんなんで出ていくんかとか言われる。それってもうおっさんの感覚やから別にほっときゃいいんですけど、ずっとお前どうしたんやパジャマなんか着ていってっていうのがぐる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 回って、結局出ていくときは違うやつ着てっていうのを繰り返して、もうお蔵入りになっちゃうような感じなんですけど、これも、まあ、まさかの2000円ぐらいで買えたんでちょっと冒険してみました。絶対これも黒のね、さっきの服とかと合わせても可愛いかなと思います。そしてこちらの短パンです。ゴムになってて、で B5 ってめっちゃセールのコーナーが一角にパンってあるところがあって、で一応そこも見るんです。そこはちょっと季節外れの洋服とかが結構売られてるんですけど、そこでこれ890円、キャンプとか行く時にこれと、まあ、これと下になんかガラガラのロゴスとかのパッチ履いたら可愛いやろなと思って890円、いやこれ買いでしょ。ちょっと下にねパッチとか履こうと、これからのシーズンパッチって言ったかな思ったから L サイズを購入してます。で最後、いやちょっと高いなとか思いながらも買っちゃったものがこちら、シャツロングワンピーみたいなの、黒ですね。普通に黒のシャツみたいな感じになってて、で長袖で長いです。ちょっとねおしゃれやなと思ったんが、ここがストンっていかんと、わかります？こう割れてる、横がねサイドがちょっと割れてる、この割れてるとこから足がちょっと見えて、ブーツとかはいいのを履いてマーチンのブーツとかと合わせたら可愛いかなと思った。カバンとかガラガラのとか持ったりとか、参考になったかどうかは分かんないんですけど、30代の GUWEGO 購入品でした。もう私みたいなやつのコーディネート動画なんかどうしようかなと思ったんですけど、まあまあまあもう年齢とか気にせんと何でも着ようぜっつうことで何個かあげときます。ではグピコズ好きなもん着ようぜファッションショースタート。はい、まずは GU のビスチェとWEGO のピンクを合わせてみました。ごめんな、パッツンパッツンやけどごめんな。あ、なにこの顔、ちょっとねやっぱりここの隙間は空いてますけど、ホラガイなんかぼっちゃったりして、なんでホラガイで、 GU の黒と WEGO のベロア、はいはい、袖がねやっぱちょっと可愛いですね。ちょっと袖見せてくれへんかな、いや近づいていい方、ちょっと怖い怖い怖い、モンゴル感出すためにちょっと白のファーベストとかも可愛いかなと思ったんですけどね。はい、モンゴルと言うたらモンゴルズボンですね。あ、やらんでいいよ。続きましてそのまま黒の GU と下も GU です。ちょっとね腹は気になるところなんですけど、結構上に上げて着てみました。こうやって見たらねやっぱ袖可愛いですよね。腹は気になるまあ笑っとけ。出ました、最後まで悩んだスカートです。まあこんな感じで着たらまあ誰にも迷惑かけへんかなみたいな。上はねWEGOのアーミーのやつです。はい、ピースしてます。はい、また悩んだスカートです。ちょっと分かりにくいんで上登りました。パツンパツンは気になりますけど、 GU のスキニーですね。みんなバドミントンしようっていうタイプのね、バッティングセンター行こうっていうタイプのね、走るでしかしのやつですね。イエーイ、出た、パッチ履いてます。キャンプルックでカレーの具を大きめに切るタイプのやつですね。山も登るタイプです。